はい、皆様いかがお過ごしでございましょうか。プルートネットワークのプルート向井でございます。よろしくお願いします。なんかイントネーション変わったよね。まあそんな話は置いときましてですね、まあ今回ですね、まあこちら2月ですね、皆様注目している方多いんじゃないでしょうかね。はい、2月21日に公開されますホラー作品でございますね、ミッドサマーのですね、まあちょこっとしたストーリーとですね、まあロッテントマトの評価はどうなのかっていうところをですね、皆様にご紹介していきたいと思います。はい、まあですね、先行上映みたいのが、試写会みたいのがあったんですかね。まあそこでもう公開されて、町山さんが解説されていたり、あんやこんやございますけども、はーい、まあですね、こちらの、ミッドサマーという作品ですね。あ、まあ明るいホラー映画、明るいって言ったらもうテンションが明るいホラー映画じゃないよ。はい、ホラー映画っていうと暗いじゃないですか、映画作りがね、光とかがなくて。でも今回真っ昼間のそのホラー映画っていうところで、はい、まあ今回ミッドサマーという作品ですね、公開されるわけ、公開はされるけどね、別に光関係ねえよとお話でございます。はい、まあですね、こちら早速ですねお話ししていきたいと思います。はい、まずですね、あらすじの方からご紹介していきましょう。はい、まあこちらフィルマークスさんを引用させていただきたいと思います。はい、家族を不慮の事故で失ったダニーは、大学で民族学を研究する恋人や友人と5人でスウェーデンの奥地で開催される90年に一度の祝祭を訪れる。美しい花々が咲き乱れ、太陽が沈まないその村は、優しい住人が陽気に歌い踊る楽園のように思えた。しかしですね、しかし次第に空気が暗くなり始め、ダニーの心はかき乱されていく。妄想、トラウマ、不安、恐怖、それは想像を絶する悪夢の始まりだった、ということでございますよ。はい、まあこういった形でですね、はい、まあ民族学のまあ祝祭に訪れた大学生に不幸が訪れちゃいますよっていうのがね、まあこの作品のお話でございます。はい、でね、まあこの作品の監督、アリー・アリスターっていう監督なんですよ。はい、まあこちらのアリー・アリスターという監督はですね、まあヘレレタリー継承で一気に知名度バーンと上げましたよね。もしかすると監督初かな、まあ中でやってたかもしれないんですけど、ヘレレタリー継承という作品がやっぱり本当に全国公開された作品だったということで、まあこのヘレレタリー継承っていうのがすんげーホラー映画だっていう、結構カルト的にね人気がある作品なんですよね。はい、まあ僕この、レビュー動画も上げてるんで、もしよろしければご覧になっていただければなと思います。もう一昨年の作品かな、もう忘れちゃいましたけど。でね、このヘレデタリー継承っていう作品と比較していきたいって、まだ見てねえけどね、妄想でお話しますけどね、そのヘレデタリー継承っていう作品はどちらかというと、その家族内の崩壊を描いている作品なんですよ。うん、家族ってこんなことで壊れちゃうんですよ。あなたと一緒に生活している家族というもの、こういったきっかけがあったらすぐ崩壊してしまいますよ。そういったですね、まあ海外的な、うん、日本だとあんまり馴染みのないものっていうものが最終的な着地地点になるんですよ。はい、で今回のミッドサマーという形で、まあ祝祭という形でですね、言われておりますけども、うん、やっぱり僕ね、このアリー・アリスターっていう監督ね、多分このミッドサマーという、ミッドサマーじゃないよ、いやミッドサマーだミッドサマーという作品でも、おそらく着地地点っていうものはそういった日本にあんまり馴染みのないですね、海外とかですね、他の海外の国だと馴染みのあるものに、落とし込んでくるのかなと思います。はい、でも今回の、ヘレダリー継承とミッドサマー比較していくと、ヘレダリー継承って、まあ、作品見ていると、まあ、この家族の中なんで場面転換とかも少ないんですよ。で、うちに秘めてるもので作品どん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 変えていくと思うんですけど、今回のミッドサマーという作品、まあこのあらすじを見ている限りですと、まあその大学のメンバーがとあるとこに行ってしまったっていうところで、まあ、家族ではないと思うんですよね。どちらかというと、なんか家族で言うんであれば、なんて言うんだろうな、あれですよ、
知らない人のうちに行ったっていう感じ親戚のおじさん家に行ってみた。まあまあまあ、そんな感じなのかなと思います。はい。なので、作品のシチュエーション自体っていうのは、本当に真反対になっているのかなと、そういった印象を伺えました。はい。まあ、あくまで僕のね、個人的な妄想でございますけども。はい。でですね、こっから、ロッテントマトの評価、ご紹介していきとうございます。はい。じゃあ、これ比較していきましょうよ。ね。ヘレデタリーからいきましょうか。ヘレデタリーですね。ロッテントマトの方ですね。まず、評論家の、評価というのが 89%。そして、オーディエンスの評価というものが 66% という形になっております。はい。まあね、怖いんだけどね、結構ね、ややこしやな作品なんですよね。一回見ただと、だけだと、伏線とかが全く回収されないということで、まあそういった作品結構ですね、このロッテントマトっていうところだと、評価ですね、評論家の評価が上がって、オーディエンスの評価が下がる。まあそういった傾向が、見られます。はい。まあ評論家が好きなような作品っていうことでございますね。はい。そして、続いてですね、このミッドサマーですね。はい。評論家の評価というのが 83%。そして、オーディエンスの評価が 63% という形になっております。はい。まあね、前とあんまり変わらずっていうことでですね、やっぱり作品の構成からするとそういったものになってくるのかなと思います。はい。でね、コメントの方ですね、はい。寄せられております。こちらですね、評論家のコメントですね。ユーモアが映画に、エッジを与えている、視聴者に、依存する不気味感を高めますということでございますね。はい。エッジが効いてるらしいよ横文字ないやねんって話ですけどね。はい。あとはですね、美しくテロの映画であるっていうね、美しいテロ映画なわけでございます。そうするとやっぱり映像とかでですね、美しさっていうものを表現してるかもしれないですね。まあ女の子はここにお花飾りみたいなのもつけておりますけども、はい。でもですね、まあ、こういった、こっちでこれどうなんだろうね。うん。翻訳してるかよくわかんないんだけど、どっち、賛否どっちなのかわかんないです。はい。悪い映画だとは言いません。だけども私はこの作品二度と見に行きませんっていうコメントが寄せられておりますね。はい。はい。こちらもですね、いい意味なのかね、悪い意味なのかね、気になりますけどもね。はい。まあ、あまりにも怖すぎて、もう見れないから二度と見ませんって言ってるのかね。もう、周りはいいかもしれないけど、私には合わなかったわよ、みたいなね。そんなコメントかもしれませんね。はい。まあ、あとはですね、昼間のホラーっていうのが斬新とかですね、そういったことも見られますね。はい。まあ、このアリ・アリスター監督は、本当に癖のある作品を作る監督なんじゃないかなと思ってるんですよね。まだこれ2作品目なんで、なんとも言えないところでございますけども。はい。まあ、どうなのかね。ちょっと気になるとこでございますよ。まあ、ホラー映画で言うと、まあ、最近ですと、僕が好きな作品って言うと、アスっていう作品があるんですよね。はい。まあ、こちらのアスっていう作品もですね、監督はジョーダン・ピールっていう監督で、こちらの監督もですね、最近新生の監督なんですよ。はい。まあ、ホラー映画の新しい二大巨頭になるんじゃないですか。こちらの、ジョーダン・ピール監督は、ゲットアウトとかですね。はい。前にやってるとゲットアウト、黒人差別っていうところでですね、表現しておりました。はい。まあこの人もともとコメディアンみたいなんですけどね。はい。まあアスっていう形で、僕はですね、アス去年の映画ランキング、去年2019年の映画ランキングでもお話しさせていただいたんですけども、うん、いやーね、ミッドサマーがね、どういった形で僕のアスを超えてくるのか僕のかアスを超えてくるのかってね、まあ、ドッペルゲンガーに追っかけられるっていうお話なんですよ、アス。はい。まあ僕はね、このアスがめちゃめちゃ好きだったんですよ。で、ヘレデタリー継承もめちゃめちゃ好きな作品だったんで、ミッドサマーの期待値っていうのはめちゃめちゃ爆上がりしております。はい。でね、あのミッドサマーね、案外ね、その知名度みたいなの高いみたいなんですよ。僕の、知っている知人とかでも、ミッドサマーのレビュー上げるんかいお前みたいなね、お話があるんですよ。え、お前そんなに映画見てたっけみたいなね、そんなお話があります。はい。なのでこのミッドサマーっていう作品、結構ね、あの知名度的にも上がってるんじゃないかなと思います。多分ヘレデタリー継承、先ほどお話ししたように、そのカルト的ななんぞやっていうものがあったんで、そこにですね、やっぱり何、日本のね、映画配給会社っていうか、ちょっとやらしい感じでね、
ね出してるのかもしれませんね。はい、ぜひですねこちら楽しみにしたいと思います。僕もですねミッド様当日にですねレビュー動画上げたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、ではですね以上プルート向かいでございました。もしよろしければですねチャンネル登録高評価よろしくお願いします。あとは下のコメント欄じゃんじゃん使っちゃってください。皆様のですねミッド様に対してのですね思いというものですねぶつけていただければなと思います。あとはホラー映画で、ね、ホラー映画のなんかこういったおすすめ作品ありますよっていうのがあったらコメント寄せていただければなと思います。はい、では皆様また何かしらの動画でお会いしましょう。皆様の映画ゲームライフが素晴らしいものでありますようにということで、じゃあね。